ウィンチケットミッドナイト競輪、今夜は宇都宮 F2 初日をお送りします。道夫さんすごいインパクト大ですね。はい、はい、1番から酒井実選手、以下ご覧のメンバーです。はい、27、その後ろに51、その後ろに346、3分線です。道夫さんお願いします。はい、3553で3000ポイントですね、合計。あと、うん、3号のワイド300ポイント買って3300ポイントです。ワイド、ワイド、なぜワイド、ワイド当てに来たってことですか。そうです確かにみんなでね当てたらパンティー企画がありますからね、はい、そうです、パンティー要因です。パンティー要因ご褒美、うんうんうん、ね、目標決めますか。みんなで当たったらにします、的中にします、それとも、ああ全員的中で、ね、ノーパンティー、ノーパンティー、ノーパンティー、目標はそうにしますか、はい、あ、そうしますか。じゃあみんなで当たったら、ね、はい、3ありき、3-4-6-3-4-5-4-3-6-4-3-5-3-1-3-5も抑えました。3-7追加しました。はい、1200ポイント、はい、投票締め切り残り1分を切りました。当たってくれ、ポイントがどんどん、はい、布川さん、はい、僕2射単で、3-2-3-5、そして3連服2-3-5-3-5-7、合計4000ポイントです。はい、3連服、服です。はい、それでも全然あのそんなに悪くはないはずですよ。あ、そうなんだ。でもこれ、はい、6レースみんなで当てても CM 入っちゃう、はい、ここで CM 入っちゃうから、 あら、はい、でもこれはしおりさんを信じるしかないか。しおりさんお願いします、当てますから、当てますから、どうか脱いでくれ、はい、そうだろう、お金脱ぎますよ、お母さんが泣くのどうなるんでしょうね、まあ、どうなるのかちょっと楽しみですね、はい、お願いドラゴン、お願いドラゴン、お願いします、何それ、出ました、ギャグができました、ギャグが出ましたね。はい、ここで第6レースの投票が締め切られました。ノーパンティーかは薄井さんにかかってます、はい、一旦 CM です。あれ、まだ薄井さんが、あれ、あれ、あ、え、あれ帰ってきましたよ、あれ、どっか行ってるってことは、あれこれは一体、あれ、ね、どうなっちゃうんだ、え、なんか大丈夫かな、今日白なの忘れてました、散々これ白着てるのに自分であまり認識してなくて大丈夫かなと思いながら来ましたが、これでも緊張から私は解き放たれた。え、つまりノーパンティーです。やったー、当たったー、当たったー、パチ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 、私も T シャツを着替えました。なんでなんでこのタイミングで3連単351670円でした。やったやった、当たった、ありがとう、あれ、みんなで当たった、すごい、あ、すごい、これ以上脱ぐものないよ、だってマスさんも当たったんですよ、なんと、すごい、じゃあマスさんも含め全員で脱ぎましょう。大丈夫マスさん、チェックしてますよ、マスさんが、あれ、いけるか、みんなだった、え、すごい、はい、やりました、はい、これがパワー、これが NPT ですよ、NPT パワーですよ、ノーパンティーですよ、パンとティー分けるってあります、そう、ノーパンって略す方いるじゃないですか、あれはパンティーに敬意を払ってない、あのブレッドかもしれないし、フライパンかもしれないし、パンティーはパンティーまでで一つの言葉だからノーパン、フライパンかもしれないしブレッドの方かもしれない、仲間しすぎませんか、ノーブレッドかもしれない、パンがないご飯派だみたいな、一生ついてきます、一生ついてきます、ありがとうございます、はい、はい、では、はい、ポイントはいかがですか、一応、一応、もう、いやー、お母さん、これ、覚えなっちゃった、ほや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 本当に抜いてるし、あ、まあまあまあ、はい、大丈夫ですけどね、まあ大丈夫です、すごいびっくりしちゃった、はい、今私、はい、あの人の見てびっくりしちゃった自分だと全然そんなへいへいだけどさ、ね、まあまあ、だからみんなこれぐらいの、あの動揺はある、なるほどね、そうなんだ、これはびっくりしますね、そうですね、まあ脱いだかわかんないですけどね、あ、なんか予備パンティー、予備パンティーかもしれないですけどね、わかんないです、予備パンティーって何なのよ、でもね、ノーパンパワーでね、あ、ノーパンティーですね、ティーもつけない、ありがとうございます、ノーパンティー
ノーパンティーパワーでね。道もブリーフ脱げってコメント来てるんですけど。ブリーフなんですか？ブリーフ派ですか？僕はあのふんどし派なんだよね。はい。じゃあ次は。さっきあの僕らキングオブコントの2回戦あったんですけど、はい、はい、その時あの舞台上でずっとふんどしでいたんで道を、あのコントがそういうふんどしでいるコントだったんで、多分本当に今ふんどしだと思いますよ。今夜はパンティーを脱いで寝てみてね。夢で会いましょう。バイバイ。